じゃあ、始めますね。1例目は、カルベが担当させてもらうんですけれども、基本的にはホールド法、まあ、軸保持短縮法という、まあ、ループを作らない方法でやるようにしています。で、ループ作らないためには、やはり、空気量は極力減らして、長管を虚脱させてやった方が、有利になりますので、できるだけ早期は控えると。ただ、そういう挿入法になると、なかなか視野が取りにくいので、センターフードをつけてやるんですが、オリンパスのこの底型の底をついてる、透明フードだと、普通に溝のところまで入れると4ミリぐらい出るんですけど、そうすると視野からちょこっと出たぐらいの感じで、視野を確保できますので、そのぐらいでやるとかなり、まあ、簡単になりますので、おすすめします。で、まず、入った時にですね、この50のラインを、数字をちょうど上に向けるような形で構えると、アップ方向が背中側に向きますので、で、カメラを肛門に入れますと、アップ方向が背中側で、直腸っていうのはこう背中側に1回入って、仙骨をなぞるように腹側に向かってきますので、ここで入ったところで、軽くアップをかけて視野を確保すると。で、残液がだいたい溜まってますから、残液を抜いてって入っていきますと、カーヒューストン弁がだいたい視野の9時方向出てきますから、そこを右ターン、もしくは右アングルなどで避けて入っていくと。で、直腸の左右のこのひだは適当にターン操作だけで避けれますので、まあ、ターン操作で避けて入っていって、最初の突き当たり、この6時方向の屈強ですね、ここが、一番最初に重要な部分なんですけど、ここで直腸って腹側に向いてくるので、これをカメラを内側に持ち替えて、くるっとカメラだけ回して12時方向に持ってきて、アップアングルでひだをめくっていくと。で、こうすることによって、ここをぐーっと押して入っていかないようになるので、この狭い視野でやると、ここを押さずに入って、最初に失敗しなくなると僕は思ってますので、ちょっとやってみてください。世の中の先生、自報寺の先生はここ多分左で取っていくんですけど、これを右に回してアップアングルに取って、アップアングルでひだをめくり上げていくと。で、そうすると大体次は左に関空が出てきますので、これも十字方向にちょっと流れてきてますよね。これを左にターンしていく。で、右展開にこう関空が開けてきて、ここから S の始まりなんです。で、この直腸が、まあ、分かりにくい人もいるんですけれども、この直腸が終わった時点で、この右展開にするっていうのがすごく大事なことで、ここからスタートというぐらいのつもりでやって、ここでなんかちょっと押しちゃったなとかいう場合には、一回戻ってやり直すぐらい、大事な部分ですね。土台作りのところですからね。で、右展開が出てきたところで、今度は、右上の方に関空が開いてますけど、これを、わーいっつってこう押して入っていくと、次の屈曲が強くなるんですね。なので、できればこの右展開からこの右の壁を潰すようなつもりで、ここからこう巻き込むようなつもりで入っていくと、次が MS と呼ばれる部分なんですけど、簡単になることが多いので、ここでぐーっと右に押し込んでいかないで、ここで
巻き取れるかなっていうぐらいのつもりでやると。でこの佐藤先生の蝶はちょっとここから巻き取れないので、こういう場合には少し押し進めるしかないですね。で蝶間たわんでる感じないので、そのまままっすぐ行くと。で大体そういう方は次のここが MS ですね。ここの強い屈曲がちょっと強い屈曲になってしまうので、ここでツイストを決めると。でこの状態っていうのはこう腹側に向かってお腹側でこう突き当たって、蝶が今度背中側に走行して180度ぐらいこう走行が屈曲する部分なので、ここをどうにか巻き込んでスコープヘッドを頭側に向けないと、ぐーっとループを作っていくことになってしまうので、どうにかここを巻き取ると。それがツイストという技なんですけども、二次方向の屈曲をアップアングルで引っ掛けて右トルクをかけながらプルですね、引いてくる。そうすると今みたいに時計回転です、画面は。で時計回転してきたところでアップアングルを少しずつ緩めていくと、関空が下向いてくるはずなんですけど、まだ二次方向にありますよね。これちょっと引っ掛けてぐーっと持ってくるんですけど、さっきのくるっというようなあの時計回転の動きだけで多分もう関空そっち入ってきてるんですね。なんで、あれをアップでプッシュでするのがループ法の挿入法で、右トルクのプルでちょっとくるっと回してダウン方向に持ってくるのがホールド法ですね。でまっすぐにカメラのスコープヘッドをあの等速に向けたところで、ダウンで入ると、これもう十字方向ですから、これはダウンで入って、ダウンで入って、で難しい症例はここ十字方向とか出てくるんですけど、それは今度左のトルクでプルで右に持ってきてってやるんですけど、佐藤先生はもうここですんなりダウン方向で蝶間たわむ感じもないので、そのまままっすぐ押し進める。よく自己保持の先生が押しちゃいけない、押しちゃいけないって言うんですけれども、蝶間とスコープの軸があって、蝶間がたわまなければそのまま押し進めていいわけですよね。そうしないとスコープは永遠に入りませんからね。蝶間がたわまなければ蝶間像に入っていくと。でもうこれ多分 D に顔突っ込んじゃってますね。だから先ほどの MS の処理ですね、それだけがポイントですね。あとはもうまっすぐ入っていきます。で D に入ったらここもう関空像にまっすぐ押していくだけで入っていきます。S にループがなければそのまま押していくと。で次の屈曲が LCF になるわけですけれども、ここですかね。で LCF のポイントはこの十二時方向に屈曲が出てくると、D に入って次の十二時方向の強い屈曲が LCF で、 LCF のところ日本人の方結構固定が悪くてくねくねしてるような人もいるので、偽の LCF に騙されないっていうのが大事なので、十二時方向以外の屈曲はできるだけこう引いて引いて取るようにすると大怪我しないと思います。多分佐藤先生は素直な蝶だと思いますの で、LCF のところで必ず伸びてないく入れたつもりでも、ここでちょっと5センチぐらい出し入れしてスコープの追従性確認して、たわんでないかを確認してから災害ループを解除する。寝てますかね。で後半戦なんですけど、佐藤先生行外できます？あ、じゃあ仰向けになってもらってよろしいですかね。でこんぐらいセデーション効いてれば多分そのまま行っちゃった方がいいのかもしれませんけれども、セデーション完全に
できない、これでいいですか？あ、大丈夫です。と、施設とかもあると思いますが、そういう施設では、この LCF のところは、業外の方が、圧倒的に楽なので、突き上げが、緩くなりますから、業外にしてやることをお勧めします。で、後半戦です。LCF はアップアングルでプッシュして、おにぎり型の関空が出て、LT に顔が入ったのを確認します。で、ここから押すんですけれども、必ず LCF のところでこう押せば、こういう感じでスコープたわんでいきますので、押した分遠のくわけですね。で、思ったよりぐっと突き上がるので、ここも患者さん辛いところなので、ここで深呼吸してもらいます。佐藤先生、ちょっと大きく深呼吸してもらっていいですか。大きく深呼吸してもらって、プッシュすると、ちょっと追従楽にしていいですよ。追従性も良くなって、横隔膜でグッと押してもらうので、ここの角度がかなり鈍角化するので、アウェイクでやってるような施設では、ここでちょっと呼吸、一回大きく息吸ってもらうと、患者さんも楽に入っていきますね。それでも辛い人は右側外も有効ですね。さつして、もう一回ちょっと大きく息吸ってもらっていいですか。大きく息吸ってもらって。で、息吸ってもらって、息止めてもらって、で、ぶつかりそうになるので、こうダウンですね。で、ぶつかりそうになったらダウン。ぶつかりそうになったらダウン。ぐーっとダウンかけていくと。楽にしていいです、先生。で、ダウン方向っていうのは、通す、ぐーっと入ってるので、アップアングル方向がこっちなんですね。で、ダウン方向が等速になりますので、ダウンで引っ掛けて引っ張ってあげることで、MT が等速に上がるような動きをします。なので、ぶつかりそうになったらダウン、ダウンで入って、ダウンかけて、ちょっと引いてあげて、少し、なんだ、たわみを少し解消してあげてから、また押しに転じると。で、ぶつかりそうになったらダウン。で、ぶつかりそうになったらダウンで、次の大きい屈曲が MT になりますから、MT もダウンで引っ掛ける。これがダウンアップ法なんですね。ダウン、ダウン、ダウンアングルで取るから、ダウン法になると。で、MT は、6時方向に出ることはちょっと少なくて、普通に今みたいに素直にやっていくと、だいたい左方向に関空が出るんですけど、それをスコープひねって、あ、こっちか、ひねって6時方向に持ってくるというよりは、ダウンアングルと左アングルをかけて、あ、もうちょっとまっすぐになっちゃってますかね。アングルだけで引っ掛けて、ぐーっと引っ張ってくると。等速に引き上げると。で、左アングルをかけながら、関空を探して、ぐーっと引っ張ってくると、ぐー、腸管が持ち上がってきて、腸管の方がぐーっと動いて、6時方向を向いてきてくれるというようなイメージになります。そうすると、まっすぐになると、RCF っていうのは、LCF より肝臓の分だけこう、下にあるので、アップ方向に一直線になって、こうアップ方向でスーッとあとは入れていくだけっていう形になりますから、ここでもうちょっとまっすぐな形になっちゃってるのであんまり引く感じじゃないんですけど、アップアングル方向に、アップアングル方向に一直線になって入っていくと、もう C に到達すると。なんで、S 状結腸も、SDJ を、屈曲を作らないように、まっ、SDJ の手前でまっすぐにして、SDJ をまっすぐに入っていく。RCF も、MT でまっすぐにして、RCF を屈曲にしないで、まっすぐ入っていく。っていうのが、まあ、コンセプトというか、目標ですね。で、これが一応、ホールド法といって、まあ、ループを作らずに入っていく方法になります。